NCR プラスにおける1日あたりの COVID-19 の感染の平均値は、強化されたコミュニティ隔離措置、ECQ の実施後に低下したと、オクタリサーチが金曜日に発表しました。フィリピン大学の独立した研究者グループであるオクタリサーチは、3月25日から4月1日までの間に、マニラ首都圏で1日あたりの COVID-19 の平均感染者数が4899人に減少したことを指摘しました。この数字は前週に比べて 19% 増加していますが、過去に毎週 60% 増加していたことに比べれば、はるかに少ないと同グループは述べています。オクタリサーチは NCR プラスにおける COVID-19 の感染拡大率が 40% 以下に減少したと発表しました。この結果は国が実施した介入、特に ECQ が NCR プラスにおけるパンデミックの拡大を遅らせるのに有効であったことを示しています。金曜日、フィリピンでは新たに15,310人の COVID-19 の感染者が発生し、総感染者数は77,497人となりました。保健省は新たな感染者数が15,000人を超えたのは、水曜日に報告されるべきだった3,709人の感染者を追加できなかったためだと説明しています。また、COVID-19 の感染者数の増加傾向は新しい亜種によるものです。フィリピン健康保険公社フィルヘルスは金曜日、病院のテントに収容されている患者は COVID-19 パッケージでカバーされると保証しました。フィルヘルスは病院が通常の病床に患者を収容できなくなったために、患者が一時的にテントに収容されている現状を認めていると声明を出しました。テント内の患者に対して1時間あたり1000ペソを請求しているとされる医療施設は、関連する法律や規則に違反している可能性があるため、調査されるだろうと付け加えました。この声明は、複数の COVID-19 患者とその家族が、集中治療室や病棟に空きベッドがない病院で、テント料金を支払っていると訴えた数日後に発表されました。現行の方針では、COVID-19 患者は、RT-PCR 検査、認定された地域隔離ユニットでの隔離、軽度から重度の COVID-19 の場合の入院に健康保険を適用する権利があるとしています。フィルヘルスは、今回のパンデミックによって持たされた異常な需要によりよく対応するために、既存のポリシーを見直していると述べています。政府のデータによると、国の予防接種活動の初めの月に、約73万9千人のフィリピン人が COVID-19 ワクチンを接種したことが1日に明らかになりました。COVID-19 対策の国家タスクフォース NTF のデータによると、73万7569人が1回目の接種を受け、1344人がすでに2回目の接種を完了しています。国のワクチン供給のほとんどが寄付されています。アストラゼネカの約525,600回分は、世界保健機関（WHO）が主導するCOVAX施設から、シノバックの100万回分は北京から提供されたものです。今年は5000万人から7000万人がワクチン接種の対象となっています。NTF の発表によると、7日間の平均接種者数は 32,940人で、2,596の施設が稼働しています。政府は今月、ワクチン接種の迅速化や物資の確保のほかに、ワクチン接種の優先順位リストを確実に実行するという課題にも直面しました。俳優を含む複数の地方の首長が、COVID-19 の患者に直接対応する医療従事者ではないにもかかわらず、ワクチンを接種したことが明らかになったためです。WHO は優先順位に従わない場合、
COVAX 施設のシェアを危うくする可能性があると警告しています。ロペス氏率いるファーストフィリピンホールディングスコープ FPH の子会社であるファーストフィレックインクは 100% リサイクル可能な成分改正材料を使用したスーパーグリーントラストを今年中に発売する予定です。ファーストフィレックは声明の中で、変圧器は主に金属と絶縁性の冷却材などの非金属部分から作られていると述べています。当社の磁気トランスの金属部分は全てリサイクル可能で、非金属部分は全て成分改正またはリサイクル可能ですとファーストフィレックインクの社長の恩師は述べています。恩師はこの新しいグリーントランスは二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、同クラスで最高の効率性と製品の長寿命化を実現するものです。これらの利点はお客様の電気料金の節約にもつながりますと述べました。ファーストフィレックインクは50年前に東南アジアのトランスメーカーの草分けとして設立されました。バタンガスのサントトーマスとタナウアンにある経済特区のファーストフィリピン工業団地内に2つの工場を持っています。再生可能エネルギー開発の大手企業であるエネルギーデベロップメントコープ EDC はネグロスオリエンタルの電気協同組合に地熱発電所のホストとして416万ペソを送金しました。ネグロスオリエンタル1電気協同組合ノレコ1は地熱発電所のホストです。ノレコ1はロペス氏率いる同社の 222.5MW の南ネグロス地熱施設のホストであり、バレンシアにある同社の子会社グリーンコアジオサーマルインク GCGI も含まれています。この送金はエネルギー規則1-94プログラムに沿ったもので、発電会社は発電量1キロワット時あたり1センタバを発電所を設置している地方自治体 LGU のために確保することが義務付けられています。EDC の総設備容量は1480メガワットを超え、国内の再生可能エネルギー総設備容量の 20% を占めています。またネグロスオリエンタル州のバレンシアにある地熱発電所は約38年間にわたりネグロス島をはじめとするビサヤ地方にクリーンで再生可能な信頼性の高い電力を24時間供給しています。